しかいないんですよ ね、 そうですね、ハーパーフルトコのハーディしかいないんですよね、あのアメリカで WWE のヘビー級、そして世界ヘビー級、さらには TNA の世界ヘビー級、この 3つのタイトルを獲得したのはこのジェフ・ハーディとカート・アングルのみです。しかしね、そのカートは、まあ、オリンピックチャンピオンというのがありますけど、はい、彼の場合は全くタイプが違うんですよね。ここはしかしそのハーディを逆にない